Der Mann mit Schatten ist auf der Suche nach dem Abenddrachen verreist und ist noch nicht zurückgekommen. Der Herd der Finsternis grollt. Helba, Königin der Finsternis, stellt schließlich ein Heer auf. Aberon, König des Lichts, reagiert. Die beiden treffen sich am Fuße des Regenbogens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen unter dem Tempel von Archeköln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann mit Schatten, auf der Suche nach dem Abenddrachen, kehrt niemals mehr zurück. やっとユーザー登録が終わったな。あと、安彦のやつ、もう待ってるだろうな。早く終わらせなくっちゃ。先に新しいメールを選んでみよう。よう、来たな。
俺だよ俺、剣士のオルカ。はあ、イメージ違うな。これがだから、ここではオルカなの。ま、リアルではともかく、ここじゃちょっとしたもんなんだぜ。なんだよ。いや、いいかも。とりあえずこれ、メンバーアドレスっていうのは、ザ・ワールドの中でだけ使用できる簡易メールのアドレスのことだ。簡易メールを使えば、ザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを送り合うことができる。まあ、ゲームを開始したプレイヤーが知り合いに連絡を取ってパーティーを組むときに使うのが一般的だな。んじゃ試しに俺をパーティーに誘ってみてくれよ。まず最初に三角ボタンでメニューを開いてくれ。メニューの中からパーティーを選択してくれ。次は入れるを選択だ。ここに今までメンバーアドレスをもらった PC の名前が登録される。パーティーに入れたい PC をセレクトして簡易メールを送るわけだ。まだ始めたばっかだから、俺の PC 名しか登録されてないだろうけどな。んじゃ、丸ボタンを2回押して簡易メールを送ってみな。ん、来た来た。パーティー編成希望。なんか目の前でメールをクリアのは照れくさいな。ほら、画面下に俺の PC が表示されただろ。それがパーティー登録したって証拠。ちなみにこの簡易メールは自分がタウンにいる時じゃないと使えない。あと、相手がザ・ワールドをプレイしていない時も連絡がつかないことがあるぞ。みんな自分の都合があるし、24時間プレイしているわけじゃないからな。いつも同じ仲間とパーティーを組めるとは思わない方がいい。だからなるべく多くの PC と知り合ってメンバーアドレスをもらっておいた方が楽しくプレイできると思うぜ。ま、どう遊ぶかはお前の勝手だけど、経験値とかパーティーの人数と関係なく入るし、一人でプレイしてもメリットないんだよな。さて、そろそろ冒険に出てみようか。心配すんなって、ちゃんと初心者向けの場所を探しておいたからさ。これがカオスゲート。俺たちが今いるタウンから他の場所に行くための転送装置みたいなもんだな。んじゃ、丸ボタンを押してみて。ザ・ワールドでは冒険の舞台をエリアって呼んでいるけど、エリアは3つのワードの組み合わせによって決定される。新しく入力を選んでくれ。これがワード入力画面だ。一番ここに A パート、B パート、C パートに分かれた3つのワードが入力される。ワード入力プレートの左下にあるのは現在持っているワードのストックだ。ワードのストックはメールや BBS、 他の PC からの情報で増やすことができる。さて、実際にワードを入力してみようか。まずは A パートから。ストックの中から燃え立つを選んでくれ。よし、次は B パートだ。杉越のを選んでくれ。最後は C パート、壁のを選んでくれ。よし、これでエリアの指定は OK だ。あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって、現在のサーバーを示している。このマークはデルタだから、デルタサーバーだな。ちなみにプレートの右側にあるのがエリアのステータスリスト。フィールドタイプとかダンジョンの横に宝石の表示があるだろ。あれは現在選んでいるワードがそのステータスに影響しているってこと。例えばフィールドタイプの場合、一番右端に宝石がついているだろ。これは C パートのワード、壁のがフィールドタイプを決定してるわけだ。
実際にどんなタイプに決定しているかは言ってみるまでわからないけど、一度そのワードの影響を覚えてしまえば別のワードとの組み合わせに応用できる。まあ詳しいことは BBS で解説してるから自分で調べてみな。よし、デルタサーバ、燃え立つ杉越の壁野に出発だ。転送するを選んでくれ。冒険を始める前にまずカメラの操作について説明しておく。このゲームではあらゆる方向から敵が襲撃を仕掛けてくるから、素早くカメラを動かして的確な視点で敵を捉え戦況を把握することが重要なテクニックになっている。後で説明するけど、攻撃魔法などのスキルも画面内にいる敵しかターゲットにできない。つまりきちんとカメラ操作ができないといつの間にか敵に囲まれて反撃できずに全滅なんてこともあるわけだ。それじゃあ最初にカメラの回転だ。 L1 ボタンか R1 ボタンを押してカメラを動かしてみな。そうだ、じゃあ今度はズームインとズームアウトについて教えとく。ズームインとズームアウトは右スティックの上下で行える。さあやってみてくれ。OK。じゃあ最後はカメラのリセット操作だ。 R2 ボタンを押してみて。それでよし。とにかく戦闘が始まったらこまめにカメラを動かすことを忘れないようにな。さて今俺たちがいるのはフィールドと呼ばれている場所だ。エリアの中で一番浅い階層だな。タウンに戻るときは三角ボタンのメニューでゲートアウトを選ぶだけでいい。フィールドには草原や荒野、密林など様々なタイプがあって、ワードによって指定することもできる。このフィールドタイプと天気の組み合わせがエリアの属性を決定しているんだ。例えばフィールドタイプが草原で雨が降っている場合、そのエリアは水属性のステージってことになる。この属性ってやつは出現するモンスターの種類や入手できるアイテムにも影響している。ま、最初のうちは気にしなくてもいいけど、慣れてきたら属性を意識してワードを組み替えてみるといいぞ。さあ冒険の開始だ。それじゃあ画面右にあるマップを見てくれ。下向きの赤い矢印が表示されてるところがあるだろう。それがダンジョンの入り口だ。ダンジョンの最下層にはアイテム心臓が安置されていて、グレードの高いアイテムが祀られている。このアイテム心臓を目指すのが基本的な冒険の目的だな。ただしダンジョンの中にはフィールドより強い敵が出ることが多いから、先にフィールドでレベル上げした方がいいな。よし、ちょっと待ってろ。妖精のオーブってアイテムを使うと、こんな風にマップの隠された情報を見ることができる。マップの中に表示された黄色いマークは魔法陣といって、モンスターや宝箱の出現ポイントになっている場所だ。よし、じゃあ実際に戦闘やってみるか。基本的な攻撃は近づいて丸ボタンを押すだけで OK だ。ちなみに攻撃対象にはカーソルが表示されて、名前とヒットポイントが確認できる。さあとりあえず基本攻撃でモンスターを何体か倒してみな。とりあえず戦闘のコツは分かってきただろ。んじゃ次はいよいよスキルだ。三角ボタンを押してメニューを開き、スキルを選択してみてくれ。よし、それじゃあ一覧の中からリプスを選んでくれ。
ターゲット選択のカーソルが出るから、方向キーで選択して丸ボタンで蹴っ、そうそう、簡単だろ。回復治療系のスキルは仲間、攻撃系のスキルは敵がターゲットになる。さっきも言ったけど、ターゲットにできるのは画面内にいる対象だけだ。スキルを使う前にカメラを動かして対象を画面内に入れるように心がけるといいぞ。さて、お前もずっと命令されっぱなしで面白くないだろう。今度はお前がチャットコマンドを使って俺に指示を送ってくれよ。そうだな、じゃあお前が仲間に回復してほしい時の指示を教えといてやる。よし、じゃあ四角ボタンを押してメニューを開いてくれ。次にメニューの中から回復よろしくの選択だ。どうだ、人に指示するのって気持ちいいだろう。このチャットコマンドをうまく使えば、強敵を集中して倒したり、メンバーに個別の指示を送ったりできる。新しいメンバーとパーティーを組んだ時は、どんなチャットコマンドが有効かいろいろ試してみるといいぞ。さて、めんどくさい講義はここまでだ。今まで覚えたことを生かして好きなように冒険してみな。自信がついたらダンジョンに行ってみようぜ。いよいよダンジョンの探索だ。ダンジョンの冒険で一番気をつけてほしいのは、ゲートアウトができないということ。ゲートアウトしてタウンに帰るためには、まずフィールドまで戻る必要がある。精霊のオカリナっていうアイテムを使えばダンジョンを脱出できるんだが、戦闘中は使えないから気をつけろ。これが宝箱、見りゃわかるよな。気をつけてほしいのは、宝箱にノーマルとトラップ付きの2種類があるってこと。で、こっちがノーマルの宝箱だ。こっちが危険な宝箱、色が違うだろ。このまま開けようとするとトラップが作動してひどい目に遭うぞ。こんな時はトラップ解除用アイテムの幸運の針金を使えばいい。ほら、これで大丈夫。丸ボタンを押して開いてみな。